場の竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。王将の大東隆行社長殺害事件で工藤会の方が逮捕されましたよね。ああ、石田組の田中幸雄本部長、これ懲役10年持っていっとったらしいな。で、福岡刑務所から京都の山科署に移送されるテレビ中継しよったわ。私もテレビ3件取材受けて、で新潮にも取材受けて話したんやけど、この事件は調べたら調べるほど奥が深いな。そうですよね。この死刑判決受けた野村悟総裁と行田の王将加藤麻生創業者な、はい、これと衆議院議員やった松本龍、ここら皆でしょ一緒らしいな。で今この黒幕違うか言われると上杉正也、この人もなんか同じでしょらしいよ。ブラック解放同盟のドンと言われた方の弟さんになったんですかね。王将の大東隆行社長ですが、会長をよく存じ上げて出したんですよね。同じレースバーと趣味やったからな、私はこの大東隆行社長には敬遠された、当時現役やったからな、ほんで3代目の加藤清社長、この人確か私より年一つ上やったやろもんよ、はい、で山科の自宅まで鳩見に行っていい鳩おったわ。でものすごい、まあ私には好意的よ。といて当時私が現役相手知らないんだよ思うけどな。で大東高行社長は私が現役相手知っとったわな、普通鳩会言うたら誰でも友達になるんやけどな、職業関係なしにな。創業者の加藤麻生社長と大東高行社長はどういった関係でした？創業者の嫁の弟やったな。ああ、義弟なわけですね、うんうん、それはこの人は厳しく反社会的勢力に接していた思うで、で私の友達の阿公の三木直樹いう人がこの大東さんの鳩を全部引き取ったんよ、そらホテルの一棟買い切ってで鳩小屋にしとったからな。王将ロフト置いて、私はさやからこの王将連合会で立ち上げする時にも京都まで代品で行ったよ。あ、そうなんですか、この事件の当時も会長ところに取材ありましたよね。私取材あったんやけど、私は高いんで三木直樹さん紹介せえ言って、私三木さんのとこまで連れて行って、でテレビに映せ言ったら、いやあんた関係ないから映されへん言って。じゃあ三木さんと繋いだだけですか？三木さんが出ただけよ。あ、そう、私は御神会の旗まで持って行ったのに。で私のことなんて知っとんや言ったら、当時ブログ書きよったからな、はい、そのブログを見て鳩の関係でよう知っといて、それで連絡させてもらいましたんや言っとった。これまた不思議なもんでな、三代目の加藤清さんの息子隆言うんやけど、この子が私が当時面倒見とった姫で鹿舞とかあるんよ、そこのロシアンパブに陽気をたらしい。あ、そうなんですか。ほんでそこはロシアンパブいたってウクライナ人ばっかりやったよ、ほとんどな、はい、でそこの子と一緒になって、ほんでその嫁をよういじめやったみたいやな。あ、そうなんですか。フライデーに書いてあったで、はい、でエジプトへ旅行に行ってそれで失踪したとか殺されたとかなんとかかんとか言うとったな。結構話題になりましたもんね当時。ごっつい話題になったよ、事件の話に戻りますけれども、当然田中幸雄容疑者って黙秘されるでしょうね。黙秘するやるけど、これ司法取引に応じる可能性があるわな。あ、そうですか。そら死刑判決が無期になったり無期が30年になったりな、そないなるんよ。でこれ黙秘したままやったら相手仇殺しとるやろ、はい、そやから死刑判決が下りる可能性があるわ。司法取引に応じるかそのまま黙秘して13階段登るかな、
まあそやけど生きとううちには出向されへんやろな、うん、現場にタバコの吸い殻とかあったと言いますが、それも聞いたら明くる日に雨が降ってその証拠が薄れとったようなこと言ったな。あ、そうですか。それの事件をずっと追っかけて市長記者私を知っとんやけど、はい、工藤会野村悟総裁なんかが推認で死刑になっとるわな、はい、それを踏まえてこれ逮捕したよったな、うん、で車軽音を貸した人間も苦情あったらしいな。ああ、なんか、うん、出てましたね。事件から9年、うん、遅かったわな、うん、そりゃ検察局ここまで力入れとんやから、うん、まあ無罪になるいうことはないわ、うん、私が今までいろんな事件見て思うけどな、うん、そんだけ司法の世界強なっとるわな、うん、特に相手ヤクザ言うたらな。会長と同じ番組に出られてた元福岡県警の刑事の方が起訴に持ち込めても有罪は難しいというようなことを言われてましたが、どうでしょうか。私は推認でも死刑判決か無期かどっちか下ろすと思うわ、うん、無罪にしよったら日本の司法権いうの揺らいでまうよ。私らより頭のええのがこれ検事とかにおるのにな、それもエース級の検事が担当したはずよ。そんなんが起訴して有罪に持ち込めへんかったら出生できへん、うん、私はあの最後の懲役の時調べ検事深津検事で若手よ、当時27、28よ。普通調べる検事と法廷検事別よ。そやけど竹垣さん言って、私法廷の方も出ますよ言って、異例中の異例よ、うん、でその深津検事が言うとった、これであんたを無罪にしとったら出世がおぼつかへんって、うん、それからこの深津検事アメリカへ出張しとるよ、うん、若手やけど私が喋ることをみんなうまいことを事件に結びつけていったな、うん、そやから黙秘に限ると思った、うん、改めてな、はい、実際は私はその時そんな事件になるようなことしてないけど、うん、本来なら私の証人になるべきもんを一緒に共犯としてパクってもとんよ、うん、3人な。でそれらが私は脅かしとったとかな、うん、言うとわけよ。今後の工藤会変わってきますかね。このまま衰退していくやろな。それは危険団体にされてな。それでも工藤会いうのは田中一家で勢力を占めてきたんやけど、うん、今この田中幸雄容疑者の石田組が力つけとったな。石田組といえば工藤会の総本部長ですよね。らしいな。みんなパクライトから石田組の転換になるのも無理ないわな。そうですよね。ヤクザ社会だらそんなもんよ。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。